はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョーでございます。動画班の皆さん、かくれんぼ今までいっぱいやってきたと思うんですけれども、その際に隠れる場所探すじゃないですか。あー、ここは多分リリチョーが絶対見つけきらないなみたいなところに、まあ各々隠れて、まあ僕が頑張って探すというような形なんですけれども、今回は一人一エリアかくれんぼのステージ作ってもらいました。ほら、あそこなら猫チキ、ここはゲコくんみたいな感じで作ってもらったんですよ。なんでかっていうと、自分でエリアを作って、かつ自分で圧倒的に有利な隠れる場所、これ作ってもらったら、これ誰も見つけられないんじゃないかって僕思ったんですよ。基本は誰か2人か3人が作ったものの中からここ隠れられるよねって探すじゃん。今回は1人1エリア隠れんぼエリアがあるんで、その中で、あ、ここにこういう建築をしたら絶対リリチを見つけらんないよねっていう、自分だけの秘密基地を作ろうってことね。そういうことです。はい、ということなのでやっていこうかなと思います。だから今から皆さんに隠れてもらうんですけど、自分で作ったエリアの中で隠れてください。まあ作ってるんでしょ、どうせ自分のエリアの中に。まあ、ここ絶対リリチを見つけらんねえわみたいな、どんな手段を使ってでも見つけられないようにしてるはずなんですよ。で、かつ今日初めて来たメンバー、初めて来て何も分かってないメンバーは、まあ誰かのエリアのところの隠れられる場所を探してください。ってユウどうしたの。ユウ、お前は事前に作ったじゃんマップだって。ああ、うん、そうって、なんで濁すの余裕って、緑の精神体つきやがって、 なんかまたスキン変わってるしね。お前もうジャンボジョッシュでもないやん。あとユウ、あのもうジャンボジョッシュ終わったよ時代。今アメージングデジタルサーカスだよ、今のご時世時代は。今ポムニちゃんとかそっちの方が人気だよ。お前いつまでジャンボジョッシュなんやマジで。流行に乗り遅れてるって。そう、撮影に来ない間に乗り遅れてるの。ほら弟くんとかのアメージングデジタルサーカスとかが今の主流だよ。もう全身タイツ終わったよマジで。はい、ということで皆さん早速やっていこうと思うんで、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。はい、じゃあやっていきます。みんな、これさ、自分で自分のエリア作ったじゃん。難しい？リリチオ一人で成り立つこのかくれんぼ。どう？リリチオだけには難しいということなんで、じゃあ、今回企画に参加してなかった子来てくんない？俺のところに。弟くんとユウとか、どっちがいいかな？あの、どっちかをあれにしたいね。手助け。弟の方が優秀だって。じゃあもう弟くんかな？ウユ、ウユってなんだお前、ウユって。あ、わかった。はい、じゃあ弟くんと一緒に今回は探していこうかなと思います。はい。なのでじゃあ皆さん、じゃあおのおの隠れてください。お願いします。ユウトはどこに隠れるの？ユウトじゃあ誰がいい？選んでいいよ、一人。じゃあユウトくん何も見ない状態で選ぼっか。何も見ない状態で誰のが隠れたい？なんかすごいとこって。いや、あの、名前で行こう、名前で。選んでいいよ。俺か弟くん以外のメンバー作ってるから。あーってそう。それランダムだよ。ユウトお前その中で隠れる場所見つけてこい。カバサブって。お前、あんたやなとこ行ったらお前な。お前、カバサブだったらなんかやってんだろみたいな、あんたやなとこ行ったな。そっかーって。じゃあカバサブくんどこ？カバサブくんエリアってどれなの？マジで。あのなんか、目の前のすごいとこじゃないの？ほら、カバサブくんあれ、ユウト、あの、目の前のドーム上だって。目の前のドーム上、キチャーって。あれ、カバサブエリアなんだって。おい、絶対見つけきんねえだろ。だから皆さん、今回はあの中にカバサブくんとユウトがいます。これはもう確定。もうこのエリアの中に必ずいます。だから今あれ猫チキじゃん。あのエリアに必ず猫チキがいます。これゲコくんじゃん。ここに必ずゲコくんがいると。はい。ということなんで動画班全員隠れたみたいなので、今からやっていこうかなと思います。で、隠れてるのが12人らしいので、制限時間がまあ25分ぐらい。だから1人につき、だいたい2分から3分ぐらいはあると。いうような状況です。なので、それを弟くんと頑張って探していければいいのかなと思いますね。まあ、俺についてきてよ、基本は。俺の後ろをついてきて、エリアに来たら一緒に探すみたいな感じにしましょう。はい、ということで、今から25分です。位置について、よーい、スタートー始まりー。じゃあ、どっから行く？弟くん、選んでいいよ。おっちゃんで、おっちゃん、猫チキね。だから、録画回してないんだよね。俺、ニットさんとノットさんがいるから、猫チキは、おっさんだから、おっさんだっていう、どうでもいいんだけどね。はい。猫チキちゃん。うわー、これ絶対紛れてんじゃん、ここに。ちょっと待って、一応登っていい？うわー、なんかいそう。なるほどね。この中に絶対猫チキはいるという感じです。どこだろうな。あとは無難にこことか。うわ、これも全部チキンじゃん。なるほどね。このエリアのどこかに、おっちゃんはいるみたいですね。どこだろう。あとやっぱほら、OB 気にならない？弟くん。OB。
これ多分さ、 OB クリアしないと無理だぞ。音どこ、こっちこら、音どこ、こっちこっちこら、これこの中、この中ほら、なんか赤の、なんかあんぞ、これボタン何も作動しねえわ。それミスった、ミスっただけらしいです。じゃあ多分この上だ。どうやって上登んの、ほら上登って OB クリアしないといけないよ多分ね。俺の予想こっちかな、 こっちやと思う。トト君ほらこれ、ここここから多分だけど、あれ違うな、これ透明なやつあんじゃん、透明な、それそっから行けるとこないか、これダミーかは、待ってこれ猫チキのところからやべえぞみんな。ほらだから今回はだから猫チキが圧倒的に有利な状況になってるはずなんで、どこだ、いないな、こっからこう登っていけばいいんじゃない、ほらこうで、あと OB クリアするわ。おお、めんどくせえ。でもこれ多分さ、あの猫チキ自身は自分で多分クリアしたってことだよね。おととくんこっち、いやーごめん無理だ、おととくん頼む行ってくれ、多分おととくんしか行けねえ、多分ここ行った先じゃないのか、ほらこの先絶対いるって。やばいぞ、見た、もう22分3分、これなんかもう1人エリアあたりの時間は過ぎ去ったよ。今回無理だったらちょっと猫チキ一旦諦めよう、あれ一旦諦めよう、これは。いや細くねえか、いや細くねえか、えこれ本当にいけたんだろうな、頑張れ、うわー惜しい、じゃあちょっとダメだこれ、後回しだな、うわこれやるな、やっぱ猫チキがこのエリアクリアできると思わない、俺絶対ダミーな気がする。待ってって、いた、えどこどこどこ、こっち、待ってこれ何、みんなこれ何、下の下、下なんだこれね、えこの下、え、どこ行った弟くん、わからん、わからんってなんだお前、じゃあもう次行こう、もうわからんならわからんだろうがお前、あって何、いたいた、どこ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 、はーって、はいじゃあ一旦ストップ、はいもう4分経過した、どこ、えナイスー、ナイスー、はやっぱ OB ダミーだったね、おっちゃん、うん、おっさんやっぱ OB ダミーだったね。キモすぎって、なんでチキンかわいちょって、はい、チキンから発見しました、素晴らしき。じゃあちょっと猫チキちゃん待機しといてね、はいじゃあ再開、次行こう、次じゃあこっち行こう、俺らはここ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 、何かのまあ街並みっていうのかな、これ誰エリアだ、これ街並み誰エリアなんだろうね、ほらここに多分一人絶対いるはずだよ、このエリアに。部屋中は入れなくなってるね、このエリアのどっかに多分紛れてると思うんだよね、これ草のところとかじゃない、無難に。いやいないな、建物の中は多分入れないぞこれ、誰だこれ、いたって、あ見つけた、うん、なんか全部弟が見つけてくれて、どこ弟くん、ここどこ、お前何しとんねんお前、それイギリスを作ったよって、はい白クマ、どうやって行ったんやそのエリアな、あはいちょっと倒せ倒せ白クマ、オッケー、はいノット発見、はい残り19分43秒ですね。じゃあ、おととく次、じゃあ、アキネコバルク行かない？なんかまた、でっかい森林作ってるで。はい、このエリアに必ず、アキネコバルくんは、いるということですね。行きましょう。このエリアこそ、俺が必ず発見する。任せろ。俺について来い。もう、おととくばっかりにね、見つけてもらうのも悪いんで、じゃあ、まずは、無難に正面行くね。はい、大量のアキネコバルだけど、全員多分、これは、アバターだね。出したものだと思いますね。ってなると、このやっぱ中にはもういない系なんかな。でもさ、さっきの猫チキ見てる感じ、なんかエリアのどっかになんか透明の壁みたいなところがあって、そこくぐり抜けて隠れてるっていうケースがあったので、多分そこパターンなのかな？じゃあこっち行こっか。これ、いや絶対音とかここじゃない？ほら、この OB 地帯な気がする。これ待ってね。あ、やっぱそうだ。あ、ダミーだ。あ、オッケーオッケーオッケー。そういう感じね。はい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 。ここは、弟くん死んでるよ、普通にあなた。真ん中だ、真ん中。当たっちゃダメだろ。でもさ、目の前のアキネコマル君もダミーな気がする。マジで。なさそうだけどな、左エリアなのかな、読めねえな、なんか、ほら、結局今回皆さん、ダミーが作れるので、ダミー。ダミー作って OK なんで。いや、違うぞ、これ。多分いけないぞ、この先。はい、残り17分ですね。ちょっと時間押してる感じだね。ちょっと時間押してる。のっちゃんの分が早かったから、なんとかなってるけど、いるよってだよね。いないは絶対ないから。そう、だから皆さん、今回の重要なポイントって、絶対いるんですよ。かくれんぼって、わからないじゃん。ここにいるのかなーって予想して探すんですけど、今回は、絶対いるので、いないはないので、かくれんぼの、まあ、画期的なルールだよね。いるっていうね。あー、なんか、弟くん？なんかこれ、上になんかあるぞ。上、ほら、あれ。
みんなあれあれあれ、あれ秋猫丸くんじゃない？でみんなあれあれ秋猫丸くんじゃないの？あ、いた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 、おい、いたぞ弟。左側だ、左側、秋猫丸エリアの左側来い。だから問題はどうやって行けばいいかがわかんない。みんな、あの行き方がわかんねえ。あれどうやってあいつ上登ったんだ、そこ登れねえって。これえ、どうやってそこ行ったんだ、行き方がわかんねえ。ズルなしで来てねえ。だってなんか成功法がありそうな雰囲気だね。時間大丈夫そうって、その時間やばそうだから弟く行こう。こっちほら、ここに皆さんレアちゃんとニットさんがいます。残りが皆さん15分切りました。じゃあ一旦、まあレアちゃん楽勝そうだから、なんか細くなったね。レアちゃん、レアちゃん行こう。多分レアちゃん木の中に入れるよって。でこっちきっと無限フェンシングをしてるから早く見つけてく。分かった分かった分かった、なんかずっと遊んでるもんね二人ね。あの仲間を増やしたいんだね多分ね。レアちゃんはかくれんぼ苦手なイメージ、なんか自分で隠れる場所作るのめっちゃ苦手そうなんで、なるべく早く、うん、無理だ、もう、うん、入れねえ。はあって、ほら、オッケー。ちょっと待って、どこ？ちょっと待って、弟。今行く？多分この上だね。はーい、レアちゃん楽勝。甘いんだよって、どこ？いなくね？ここ？どこ？どこ？どこ？あ、どうやって行った今？うわー、これうまいなー。うまくねえか。なんで弟くんわかるで、一回ストップ。え、なんで弟くんわかったのこれ。知らない。あ、ジャンプしてたらいけるとか。ほら、みんな、こっから入れるようになってる。いや、レアちゃん、これお見事だね。俺だったら絶対気づかねえわ。これ、弟くんいないと気づかない。はい、じゃあ、レアちゃんエリアクリア。オッケー、じゃあ、スタート。残り13分52秒です。にっちゃん行こう。はい、新人のにっちゃん。女性視聴者の中で今すごく人気が上がってるみたいですよ。なんだこれ。なんか、水の化け物みたいなやつがいる、ほら。で、この上なんじゃないんかな、多分。入れない？あ、入れないんだ。ってなると、水の中入れる？うわー、水の中入れちゃうんだ。退屈だから早く見つけてくれよって、ちょっと待っとけって寿司。この2、多分ね、このニットさんは偽物ニットさんだもんね。で、やっぱさ、俺が気になるのは、ここじゃないやっぱ。ほら、弟くんいけるいける。ほら、この化け物いいんじゃん。化け物の実。わー、待って、わかった、弟くん。これオービーだ。オービーになってる、これ。あの、化け物のところの水、登れるわ。ここ皆さん、登らないといけないんだ。登った先ににっちゃんがいるってことかな。はい、じゃあ行きましょう。ほら、このオービーをクリアしないことには、まず先に進めません。あーはははは、弟くんいるか確認してくんない？ 12 分切ったから、むずいんだよ。いない？なわけあるか。ま、ここまでやらせていないはなくねえか？うわー、やっぱそうだよね。時間稼ぎだよね。なんかなんだこのポーズはマジで。なんかポージングがおかしいだろこれ。はあって、いた？いた？どこ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 ？上？上？怪物 OB の後にいる。マジでせっかくだから行くか。うん、うん、ごめん、弟くん殺していいわ。うん、ダメだ俺、行けねえよ。はい、オッケー、ニットさん発見。一応画像を見せるんですけど、ほら、こんな感じだったらしいです。お前、頭どうしたん、ニッちゃん。お前、なんで頭丸めてきたんか、お前。反省したんか、ニッちゃん、お前。帽子落としたって。あ、ハゲてたんだね。俺と一緒じゃん、なんか。ハゲの仲間ありかって、そうだね。ハゲてたね、普通にね。うん、ただのハゲって、そうだよね。カバサブエリア。オーブ型のやつがカバサブエリアです。ここに、ユウとカバサブの二人が必ずいるみたいなんで行きましょう。で、制限時間残り10分切りました。行こう。ファンタジーフォレスト。夢の森へようこそ。美しきエネルギーコアが眠る幻想的な森の探検をお楽しみください。さあ、行きましょう。ここに二人いるみたいです。入るよ。行くよ。うおー！ほら、ここにカバサブとユウがいるらしいんだけど、なんだこのミステリーフォレストって。ほら、誰かが封印されてますね。この封印を解除するみたいなやつも、あれなんかな、一個なんかな、わかんないんですけど、こういうどせ草でしょこれ。隠れられる場所ってなんか草むらぐらいしかなさそうだけどね、なんかね。あとはもう木の上とかかな、ほら、こういう木の上とかに紛れてるぐらいかなーって気はするんですけど、どうでしょうか。またこれ難しい建築したな、これ。で、カバサブに関しては自分が圧倒的有利な、あの場所に絶対いると思うから、やっぱ木の上じゃねこれ。いや、わかんな。わかんねえな。え、なにこれ、待って待って、待って待って。弟くんこっち来て。弟くんこっち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 。弟くん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 。俺どこや。青きマッシュルームに変装す。多分これ青色のマッシュルームに、カバサブくんが変身してるんじゃないのっていう気がしてきた、なんか。これ紛れてんだよ、絶対。青いマッシュルーム攻撃していけ、どんどん。そういうことか。とりあえず、いないわな。一体ずつやり、一体ずつ。
あの、これすらダミーと思えてるぞ。ヘムレさん残り6分30秒。いや、むずっ。てかさ、そうだよね。青って言ったら、あ、音だかー、わかんない、全然。どれだ？もう、これ、音だか飛ばそう。残り5分40秒。多分ね、ここね、寿司だよ、寿司。グソクムシエリア。確実なところから行こう、みんな。確実なところから。どうせ寿司ここら辺でしょ？ほら。どうせここら辺でしょ、寿司。寿司はね、皆さん30秒で見つめます。ここには何もないよ、って。ほんとかなぁ。ほんとかなぁ、降りてみる？やぁ、やぁじゃねえよ、お前。やぁじゃねえよ。書くな、お前。まあ、ここが紛らわしか、これがあったからだろうが。はい、次。豆吉行こう、豆吉。はい、残り4分50秒。豆吉のかくれんぼ入り口ということで、行きましょうか。はい。豆吉の迷宮かくれんぼだって。これ、ワッチャーさ、そもそもここ、こことかじゃないの？あって、これ殺せたぞ、殺せたぞ。これ合ってたんじゃない？で、これ合ってたんじゃない？おいって。あー、やばい。あー、やばい。あの、豆吉、お前、ふざけるなーって。一回ストップしよう。おい、だから、あのね、あのね、これはわかるって、豆吉。お前、これ、安直すぎるって。一周やって、お前、迷宮入ってないって。舐めすぎ。お前、出待ちやん、そんなん。ね、ルーレットって。まあ一応言ってあげるわ、豆吉。豆吉、この迷宮どのぐらいかかったの、制作に。これ制作何分ぐらいかかったの、これ。ちなみにいけると思ったのにーって。2時間ぐらいって。あの、2時間が5秒だったね。ほら、ややこしいもん、みんな。ほら、迷宮自体はなんだけど、探しても一切ないってことですね。いや、おもろいわ。みんな出れなくなった、出れなくなった。はい、再開。皆さん残り4分30秒です。じゃあ行こっか、みんな。ここ、下克上エリアかな？あ、違う。待って。違うわ。これ、下克上と優だ。これ、カバサバ君のところに優いるっつったね。違うわ。下克上のところに優がいるんだ。訂正してくれればよかった。ウェルカムなのだって。はい、ということで探していきましょう。出ました。ほら、フナフだ、フナフ。うん、なんで話しかけられるんだ、お前。うん。あの、普通に話しかけられるようになってんだよね。あの、We are not like what you... だ、みんな、どうしよう。あら、で、やべ、しくじったみんな。あ、危ない危ない危ない。ほら、テルキとかユウに話しかけられるようになってる、ほら。でもこれ、いろんなキャラクターに話してなそうとかないといけない？トラップにハマったかって、やっぱそうだよね。話しかけたらあれだよね。ちょっとめんどくさくなるやつだよね。ないなぁ。こういうところにいるんかなぁと思うけど、いないね。え、ここに2人いるの？本当に。なんかいるってどこ？どこから、弟くん。案内するんだ、私を。上？あ、あそこか。どうやって登った？どうやって登った？あ、テレポした！なんか言う、あるか？思い残すことは。ここ何かわかるか？って。スマブラ？って、いや、わかんない。何それ。そう。うん。はい、ということで行きましょうか。ただ皆さん、はい、スタート。残り2分30秒です。あれだよ、ゲコくんがいるはずだよ。ゲコくんが、絶対。どっかに紛れてるはずなんで、そこを探してかないといけないんだけど、やっぱどっかにテレポーターある系か、これ水の中は入れないんだね。わかんねえな。これとか？これいや違う、動いてないもんね。あーって。ほら、チャットをする余裕だよ。チャットするってことは上に出るってことだからね。それでもなお見つけきらないから、わかんないね。はい、皆さん残り2分です。これ誰？え、このモアイ像のやつ誰これ。カサさんって。あ、これカサくんか。みんな、あの、カサくん、一応探すか。はい、残り皆さん1分30秒です。これ多分簡単じゃないの？ほら、こっちだ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 。なんか、すげえ草むらが出てるけど。透明な壁を抜けていくんだね、これ。え、わかんなくねえか？あれ、カサくんはいるよね、今。マップ上にいるな。絶対カサくんいるぞ。はい、あと1分。え、見当たんない、でも。こっちか。あ、ほら。こういう、ほら、右左とかに行けるんだよ。こういうところ行ったら紛れてんじゃない？紛れてそうだけど？こっちかな？迷路上のところとか？うわ、なんかカサク、カサクっぽいやついっぱいいるぞ。なんだこれ？何が起こってんの？なんか、カサクのところ独特だな。なんかエリアがな。あと10秒 !8、7、5、4、3、2、1。はい、終了！ 25 分終了でーす。え、生き残ったら誰？アキネコ、カバサブ、カサユーと、あとゲコくんもか。え、どうする？弟くん戻ってきてくんない？一体。いや、でも延長してもわかるから、みんなでお部屋の迷宮やらねえよ。
やらねえよ、お前一瞬で見つかったんだからダメだろうがどう考えてもよ。いや、わかりました。じゃあもうこれ終わろう、答え合わせ行こう。じゃあもうギブアップです。動画戻ってきてください全員。ちょっと答え合わせ行きましょう。じゃあまず下国、下国を教えて。どこで、みんな剣出さないようにしてね。どうやって行った？まずここじゃあ、ここわかる。ここ絶対通ったよね。絶対通った、絶対通った。何？誰そこで止まった？あーって何？あーって。謎解き用意したのにない。え？あの、ゲコさん、それって、あれ？じゃあ、そもそもクリアが不可能。しかーくて。コード、あー、そこにコードがあったんだ。で、そのコードを持ってどこ？ここに打てばよかったんだ。そしたらパッカー開かれるんだ。あ、ここがパカって開かれて、いたってことなんだ。なるほどね。ちなみにコードなんですか、ゲコくん、コードは。ちょっと開けてくんない？パカって。いや、これは、まあ、しゃあないね。そのコードがない以上もう解きようがないから、1337らしいよ。ナイス。はい、まあ、これはまあ、しゃあないね。カサくんわからんかった。まあ、時間がなくて結構焦って探したからっていうのはあるけど、わからなかったですね。こっちで、あそこわかる。行ったも行った。ここ行った、ここ行った、ここ行った。どこ？カサくん消えたよ。え？待って、そっち？あ。いや、わかんねえ。うわ、ここか。うわ、マジシンプルだね。めっちゃシンプルな隠れ方か。いや、これはみんなでも制限時間がなくて探しきれなかったね。まあ、しゃあない、しゃあない。じゃあ、次、じゃあ、カバサブユートエリア行くか。で、なんで私は見つかってしまったの？だって。弟くんが見つけた。いや、わからんかったよ。多分、俺一人だったら絶対見つけきらなかったよ。レアちゃんのに関しては。実力不足って。え、どこ？まず、じゃあ、カバサブくんから、どこ？じゃあさ、青いキノコ、その前にさ、で、うん、何？もう一個ヒントがあったんだ。あの、青いキノコ以外にね。うわ、なんかある。エネルギーコアに集中するだろう、だって。エネルギーコアってのがど真ん中からね。え、どう隠れる？え、どうやって擬態した？これ擬態アイテムを持ってるってこと？なんか、って、うん、何？あ、これ弟くんだ。外にあった。って言ったじゃん、って、うん。なるほど。外でキノコに変えて、このエネルギーコアの近くにいたんだ。キノコとして。え、ユウトもそれ？もしかして。ユウトも？変身なんかあったのか？あれ、ユウトくん？ユウトは別。はい。じゃあユウトどこ？ユウト入り口来れる？入り口。もう全員キノコに並んでいいんだよ。見ややこしいから。リリどこにいる？入り口。あ、いたいた。ユウトなんかみんなキノコになっちゃった。うん、はい。どこ？ユウトくん。やっぱ木の上か。うん、キノコが邪魔じゃ。うん、キノコクソ邪魔じゃ、これなんだこれ。あー、この上とかもしかして、言うと。この上？うわ、上行けたわ。うわ、ここか、絶対。ほら、ここだ。いや、これは、うわー、ちゃんと探せたらー。なんか、キノコってのでも頭いっぱいで、言うともキノコになってるかと思ったわ。はい、お見事ですね。この上にいたらしいです。もうちょっと細かく探したかったね。じゃあ、あと、秋猫丸かな？秋猫丸くん。で、皆さん、秋猫丸くんに関しては分かってます。どこに隠れていたかっていうのはもちろんのことながら分かっているんですよ。ここですね。この上でしょ？あ、キノコ丸くん。そうだけど、って、うん。ルートが違うか。本当はそこに隠れる予定じゃなかった。ほう。じゃあ行きましょうか。どこですか？これあれじゃん。俺と弟くんでチェックしたとこじゃん。え？あ、なにこれ？知らない、これ。うわ、ここ見つけきれてない、俺と弟くん。あ、この上で？え？こんなとこ行けるんだ。うわ、これは分かんないね。いや、これ作った側の人間じゃないと絶対わかんない。ほら、うん、通れねえよ。うん、秋猫丸。身長的に通れねえよ、これ。なあ。で、まあ、そっちに行こうと思ったけど行けないから、で、こっちだったんだ。で、ここは多分当たったら死ぬよね。で、ここにいたもんね。なるほど。そういうことね。あ、こっちから行けるんだ、ほら。こっから出れるんだ。本当はこっちに隠れる予定だった。まだあんの？どっち？いや、まずさ、このエリアにたどり着けてないからな。あー、ここ作ったんだ、わざわざ。ほら、わざわざみんな作ってるわ、これ、地形を。ほら、ややこしいな。うわ、ややこしい、これ。しかもこれ、上当たったら死ぬじゃん。うわー、見つけてもらえなくて残念だねって。すっげー嫌みったらしい。はい、ということでした。皆さん、いかがでしたでしょうか。圧倒的に作る側が有利なかくれんぼということで、もう明らかにこの場所にいるって分かっているんだけれども、見つけきることができませんでしたね。はい、ということなので、視聴者の皆さんもよかったらね、これ友達とかと遊んでみてください。はい、ということで今日の動画は終わりです。皆さんお疲れ様でした。